サウスダコタ州はアメリカ合衆国の中西部にある州である。グレートプレーンズにあり、南西部はハイプレーンズと呼ばれる標高の高い平原地帯である。州の北はノースダコタ州に、東側はミネソタ州とアイオワ州に、西側はモンタナ州とアイオミング州に、南側はネブラスカ州に接している。州の中央にはミズーリ川が南北に流れているので、 その東側と西側には地理的にも社会的にもはっきりとした特徴があり、州民はイーストリバー、ウェストリバーと呼んでいる。州都はピア市であり、人口最大の都市はミネソタ州、アイオワ州との宗教に近いスーホールズ市である。ダコタという名前はインディアン部族のダコタ族の言葉、ダコタに由来する。面積ではアメリカ合衆国50州の中で、 第17位だが、人口では第46位、人口密度も第46位とかそうである。19世紀後半にできたダコタ順州の南側半分であり、1889年11月2日に40番目の州に昇格した。州内東側には、州民の大半が住んでおり、その肥沃な土壌で様々な農作物が栽培されている。西側は、 牧畜業が盛んであり、その経済は観光業と防衛費に依存している。周南西部には、ブラックヒルズと呼ばれる低木の松に覆われた山脈があり、数族の聖地である。ここには4人の大統領の顔のモニュメントで有名な観光地、ラシモア3国立記念公園がある。他にもバットランズ国立公園、クレイジーホース記念碑、ウィンドケーブ国立公園、 ジュエル警部国定記念物、カスター州立公園、また歴史ある街のデッドウッドなどが訪れる人の多い観光地である。ウォールドラッグストアなど民間主導で運営されている観光地、名所も少なくない。はっきりとした四季のある大陸性気候であり、雨量は東部で中程度、西部でやや少ない亜寒層気候である。生態系は北アメリカ草原に、 典型的な様相を示している。自然が豊富で多くの観光客が訪れる州という華やかな面がある一方、ゴールドラッシュ期にはインディアンと白人との激しい抗争が繰り返された州でもある。全米で最も経済的に貧しい地域がある州であり、現在でもインディアン居留地の貧困はサウスダコタ州が抱える大きな問題として残っている。 サウスダコタ州となった地域には少なくとも数千年、前から人類が住んでいた。最初の住人は狩猟採集社会型のパレオインディアンであり、紀元前5000年頃に姿を消した。西暦500年から800年頃、マウンドビルダーと呼ばれる、繁栄牧民が中部と東部に住んでいた。14世紀、水売り川近くで数百人の男女子供が殺されるという、 いわゆる黒をクリック虐殺が起こった。1500年までにアリカラ族が水売り川流域の多くに入っていた。この地域へのヨーロッパ人による接触は1743年にフランス人のラベランドリー兄弟が探検したのが始まりだった。ラベランドリー探検隊は現在のピアシ近くに名盤を埋めており、それにはこの地域がフランス領ルイジアナの一部であることが書かれていた。 19世紀初期までに、数族がありから族をほとんど排除し、地域を支配するようになっていた。1803年、アメリカ合衆国は、フランスのナポレオン・ボナパルトからルイジアナを買収した。その範囲には、今日のサウス・ダコタ州の大半が含まれていた。時の大統領トーマス・ジェファーソンは、ルイス・クラーク探検隊と呼ばれる部隊を編成させ、 新しく獲得した地域を探検させた。1817年、アメリカ人の毛川交易基地が現在のフォートピア市に設立され、この地域へのアメリカ人の入植が続くようになった。1855年、アメリカ陸軍がピアトリデを購入したが、翌年にはそこを放棄して、より便利な南のランドールトリデに移った。この時期に、 アメリカ人やヨーロッパ人による開拓が急速に進行し、1858年にはヤンクトン数族が条約に調印して、現在の州東部の大半をアメリカ合衆国に割譲した。デッドウッドの街、ブラックヒルズにある他の街と共に、金の発見に続いて設立された1856年、土地投機家たちが現在のサウスダコタ州における最大都市である。 スーホールズを設立し、1859年にはヤンクトン市を設立した。1861年、アメリカ合衆国政府がダコタ順州を設立した。これには、現在の南北ダコタ州とモンタナ州及びワイオミング州の一部も含まれていた。地域の開拓は、アメリカ合衆国東部からの人々と、ヨーロッパ西部と北部から移住してきた人々によって行われ、 特に1873年に東部からの鉄道がヤンクトンまで伸びた後は急速に増加した。1874年、ジョージ・アームストロングカスターが軍隊を率いた遠征中にブラックヒルズで金が発見された。甲府や鉱山市がラコタ族に約束された土地に違法に侵入するようになった。1868年の第二次ララミートリデ条約によって サウスダコタ州西半分がクレートー居留地として数族に認められていたという事実があったにもかかわらずカスターの遠征が拒行された。数族はブラックヒルズ内の工業圏や土地を渡すことを拒みアメリカ合衆国政府が交付や開拓者が地域に入るのを止められなかったので戦争が起きた。最終的にはアメリカ陸軍が数族を破り クレートス居留地は5つの居留地に分割され、その地域のラコタ族を収容することになった。1980年、アメリカ合衆国最高裁判所と連邦議会は、ブラックヒルズの違法な選挙について、ラコタ族に賠償金を払うよう命じた。ラコタ族は賠償金の受け取りを拒み、土地の返還を求めたので、この訴訟は未解決である。 ダコタ順州内の人口が増えたので、八百八十九年十一月二日、ベンジャミン・ハリソン大統領は地域をノースダコタとサウスダコタに分け、州として昇格させる、声明書に署名した。ハリソン大統領は、国務長官のジェームズ・ジー・ブレインに、署名すべき二つの書類の順番を入れ替えて、どちらに最初に署名したかわからないように指示し、またその順序も記録しないようにしたので、 誰もどちらが先に合衆国に加盟したかわかっていない。しかし、ノースダコタ州がアルファベット順では、サウスダコタ州の前に来るので、ノースダコタ州昇格の声明書が法令州では先に出版された。この日以来、アルファベット順に並べるのが慣例となり、サウスダコタ州は40番目の加盟州となっている。1890年12月29日、 パインリッチインディアン居留地で、ウンレットニーの虐殺が起こった。これは通常アメリカ合衆国とラコタスウ族の最後の武装闘争だとされているが、少なくとも146人のスウ族が死に、その多くは女性や子供だった。アメリカ陸軍兵は31人が戦死した。1936年のダストボールに襲われたサウスダコタ州の農場1930年代。 経済と気象の条件が組み合わされて、サウスダコタ州の経済を襲った。サウスダコタ州や、その他平原の州では、雨が降らず、異常な高温が続いたことと、不適切な工作法とが、いわゆるダストボールを生み出すことになった。肥沃な頬土は大量の砂嵐に吹き飛ばされ、農作物は壊滅的な損害を受けた。このダストボールに加えて、地元の銀行による差し押さえや、 世界恐慌の影響が及んだために多くの州民は土地を離れることを余儀なくされた。1930年から1940年の間に州人口は7%以上減少した。1941年にアメリカ合衆国が第二次世界大戦に参入し、州内の農産物や工業生産品が戦争需要に対応して増加したので、 経済の安定が取り戻された。1944年、アメリカ合衆国議会で1944年、洪水制御法の一部として、ピックスローン計画が承認され、水売り川に6つの大型ダムが建設された。そのうち4つは少なくとも一部が、サウスダコタ州内に入っている。このダムと、その貯水池は、洪水制御、水力発電及びボートや釣りなど、 レクリエーション用途に使われるようになった。最近数十年間でサウスダコタ州は農業一本から多様な経済を持つものに変化してきた。1960年代に週間高速道路体系ができてからは観光業が成長し、ブラックヒルズが観光地としての重要性を増した。金融産業も成長を始め、1981年、 シティバンクはそのクレジットカード管理をニューヨーク市からスーフォールズ市に移した。その後いくつかの金融会社が追随している。サウスダコタ州は利子率の上限をなくしたことでは最初の州になった。2007年リード市に近く最近閉鎖されたホームステーク金鉱山の跡が新しい地下研究施設の場所に選定された。州全体の人口が増加し、 近年の経済発展があったにもかかわらず、田園部ではここ50年間ほど人口が減少し、教育を受けた若者は、州内のスーフォールズや、ラピットシティなどの大都市、あるいは他州に流出するという問題を抱えてきた。農業は機械化と工作地の統合が進み、小規模家族農場が少なくなってきたことで、田園を抱える町は、経済衰退と人口減少の問題に直面している。 サウスダコタ州の地形図サウスダコタ州は中西部、大平原の北寄りに位置し、ノースダコタ州と北部、ネブラスカ州と南部、アイオワ州及びミネソタ州と東部、並びにワイオミング州及びモンタナ州と西部が接している。ロッキー山脈の東手前にあるフロンティアストリップと呼ばれる6州の一つである。州西部の文化、経済及び地形は、 中西部よりも西部に近いものがある。総面積は7 7二2 1平方マイルであり、アメリカ合衆国50州の中で第17位である。標高7,242フィートのハーニー方が州内最高地点。標高966フィートのビッグストーン湖岸が州内最低地点である。アメリカ合衆国の地理重心がビュート群。 キャッスルロックの西17マイルにある。北アメリカ大陸の到達不能局がアレンとカイルの間にあり、最も近い海岸線からの距離は1024マイルである。ミズーリ川がサウスダコタ州の中央部を通って南北に流れており、州内最大かつ最長の川である。ミズーリ川の東部は氷河で形作られた低い丘と多くの湖がある。 肥沃な農場地域として使用されている。ミズーリ川の西部は、深い渓谷と起伏して続く平原からなる地帯である。ミズーリ川に建設されたダムによって、オアエ、湖、シャープ湖、フランシスケース湖、ルイスクラーク湖など大型の人造湖がある。その他の河川としては、シャイアン川、ジェームズ川、ビックスー川よびホワイト川がある。州西部の大半は草原で覆われ、 サンダービュートなど多くのビュートが点在している。サウスダコタ州は一般的に東部、西部及びブラックヒルズの3地域に分類される。ミズーリ川が地形、社会及び政治的な面で東部と西部の境になっている。西部にあるブラックヒルズは周辺とははっきり違う見た目の特徴で分類される。州民はブラックヒルズを西部に含めミズーリ川の西岸を ウェストリバー、東岸をイーストリバーと呼ぶこともある。東部は外して西部よりも雨量が多く、低い地勢である。さらに小さく区分すれば、古東ド・プレーリー、海石氷暦度平原、およびジェームズ川流域がある。古東ド・プレーリーは、東のミネソタ川から、西のジェームズ川流域の間にある高原である。その西は、ジェームズ川盆地であり、外して低く、平らで、 深く侵食された土地であり、州内を南北に流れるジェームズ川に沿っている。海石氷暦の平原は、うねりのある丘陵と、肥沃な土壌の地域であり、アイオワ州やネブラスカ州の大半からサウスダコタ州の南東隅に広がっている。約200万年前に始まる更新予に堆積した層が、州東部の大半を追っている。州内には最も新しい岩と堆積物の層があり、 氷歴土と呼ばれる大量の岩と土壌を堆積した氷河作用に続く期間に形成された。ブラックヒルズ、低い山地で州内南西部にあるグレートプレーンズは州内西側3分の2の大半を覆っている。ミズーリ川西岸ではより乾燥した岩の多い地形となり、うねりのある丘陵、平原、谷、及び側面が急峻で頂上が平らなビュートと呼ばれる丘がある。 南部のブラックヒルズより東には悪地がある。ブラックヒルズから侵食されて出てきたもの、昔この地域を覆っていた大きな浅い海の底に積もった海洋性の岩石及び火山噴出物がこの地域の地質を作った。ブラックヒルズは州内南西部にあり、ワイオーミング州にも広がっている。この低い山地は標高6000フィート級であり、 麓からは2000内市4000フィート立ち上がっている。ここには、州内最高地点かつ、ロッキー山脈より、東側のアメリカ合衆国でも最高地点である。標高7242フィートのハーニー法がある。20億年前の先カンブリア時代に形成されたものであり、最古の岩が、ブラックヒルズの中核を形成している。それに続く古生代には、 外側の環状の地形が形成された。これは大まかに5億4000万年から2億5000万年前の時代に形成された。古代の内陸海の海岸であった時に堆積した石灰岩が見られる。ウィンドケーブ国立公園のプロングホーンブラックヒルズをサウスダコタ州の大半は穏やかな草原型生物群系である。草原や工作地が 地域の大半を追っているが、箱柳、ニレ、および柳のような落葉樹が川の近くや、防風林として見られる。哺乳類では、アメリカバイソン、鹿、プロングホーン、コヨーテ、およびプレイリードッグが生息している。州庁は、高来記事であり、中国から輸入されて地域に適応している。白桃和紙は、生息数が増えており、特に、水売り川近くで見られる。 草原にある川と湖では、ウォールアイ、コイ、北川カマス、バスなどの魚類が見られる。リ川では、戦死時代のヘラチョウザメが見られる。ブラックヒルズは、標高が高く降水量が多いので、その生態系は、平原部とは、はっきり異なっている。産地は、ボンデローザツや、ロッジポールマツ、さらには、頭皮など、松類で厚く覆われている。哺乳類は鹿。 アメリカアカシカ、ビッグホーン、白岩ヤギ、およびマウンテンライオンが生息し、水域ではマスのいくつかの種が見られる。サウスダコタ州は大陸性気候にあり、四季がはっきりして、冷涼で乾燥した冬から、暑くやや湿度の高い夏がある。夏季の平均最高気温は、下肢90度に迫ることも多いが、夜には下肢60度近くまで下がる。毎年夏には、 過詞100度超えて非常に暑く乾燥した日が続くことも多い。冬季は冷涼で1月の平均最高気温は氷点下となり、最低気温は過詞10度以下になる。過去最高気温は2006年7月15日にユースタで記録された過詞120度。過去最低気温は1936年2月17日にマッキントッシュで記録された過詞58度である。 年間平均降水量は、ンソ草の北西部で15インチ、やや湿潤な南西部で25インチ程度であるが、ブラックヒルズのリードを中心とする小地域は30インチ近くになって最大である。夏は、強風と雷及び氷を伴う雷雨になることが多い。周東部は、竜巻街道に入っていると考えられる。毎年平均30の竜巻に襲われている。冬には、 吹雪や日雨を伴う暴風といった厳しい気象条件もある。ラシュモア山国立記念公園、ブラックヒルズにあるアメリカ合衆国国立公園局の管轄地域には以下が含まれるクレイジーホース記念碑はラシュモア山に近くやはり山腹に大きな彫刻があるものであり民間資金で建設された。人口密度図アメリカ合衆国国政調査局 推計による2011年7月1日時点の、就人口は82万4082人であり、2010年、国勢調査時点より1.22%増加した。同じく2009年の推計では、82万4082人であり、2000年より5万9336人、7.9%増加していた。就民のントが五歳。 未満、18歳未満では24%、65歳以上は14.3%と、あされている。女性が50.2%を占めている。2000年時点で、アメリカ合衆国の50州の中では、人口、人口密度ともに第46位だった。サウスダコタ州の人口重心は、ガンバレーの町がある、バッファロー郡にある。2010年時点で、 サウスダコタ州の人種構成は以下の通りである。サウスダコタ州の5つの最大祖先グループは、ドイツ系、ノルウェー系、アイルランド系、インディアン、イギリス系である。ドイツ系アメリカ人は、州の大部分で最大の構成比を示しており、特にイーストリバーで高い。いくつかの軍では、スカンディナビア系の子孫が最大構成比になっている。また1874年に、 ヨーロッパから移住してきた最先霊派集団であるヒュッテライトの人口は50州の中でも最も多い。州内のインディアン居留地7カ所インディアンは主にラコタ族、ラコタ族及びナコタ族であり、いくつかの軍では人口の過半数を占め、またはストリバーでは人口の20%になっている。英語が州の共通言語として規定されている。 2000年時点で5歳以上の州民の1.90%が家庭でドイツ語を話し、1.51%はラコタ語、またはダコタ語、1.243%はスペイン語を話している。サウスダコタ州はグレートプレーンズの他州と同様、過去数十年間にわたって田園部の多くで人口が減少している。これはルーラルフライトと呼ばれ、家族農家が減少している。 この傾向は近年も続き、州内30軍では1990年から2000年の間に人口が減少した。この期間に旧軍は10%以上減少しており、北西軍にあるハーリング軍の場合は19%にもなった。低い出生率及び若者が流入しないことで、これらの軍は中年世代の構成比が増加し続けている。 24の軍では65歳以上の高齢者世代が少なくとも20%となっている。高齢者比率の全国平均は12.8%である。しかし、過疎化は州全体に広がっているわけではない。田園部の軍と小さな町の大半の人口が減少したが、スーホールズ市の周辺、週間高速道路29号に沿った大型軍、ブラックヒルズ、 および多くのインディアン居留地は増加した。スーフォールズ市に近いリンカーン軍の場合、アメリカ合衆国でも9番目に人口増加率の高い軍になっている。これらの地域の増加量が他の地域の減少量を補っており、州全体の人口増加率は全国平均よりも低いものの着実に成長を続けている。サウスダコタ州住民の信じる州派による構成比は、 以下の通りである。18世紀末の数族の勢力範囲と、現在の保留地もともとこの地は、グレート、スーネーションとして、西部で最大最強の略奪狩領民族、数族が領土としていた。現在も、同地で保留地を領有する、インディアン部族は、数族のみである。19世紀後半、この州でも、インディアンと入植者の土地をめぐる争いは過熱を極め、 アメリカ合衆国は悪いインディアンの数族の制圧をフロンティアの最後の主題と位置づけた。米軍のウィリアム・テクムセ・シャーマン将軍は野蛮人の数族は年齢や男や女、子供の区別なく一人残らず殺すべきならずものだとして徹底した総統戦を行ったのである。1968年に ミネソタ州のオジブワ族が組織したスラム育ちの若者たちによるアメリカインディアン運動は1970年代にアメリカ合衆国のインディアンに対する民族浄化政策に全米規模で反旗を翻した最大級の組織である。数族はこの AIM に結成直後から参加共闘することとなった。AIM 運動家でスポークスマンのラッセル・ミーンズは AIM 以前からの数族権利回復運動の代表的なラコタ族インディアンとして知られる。また、合衆国によるキリスト教家に抗った伝統派の宗教者が多く、ジョン・ファイア・レーム、ディアーやマシュー・キング、レナード・クロードックといった数族の長老宗教者たちは、インディアン寄宿学校で伝統文化を奪われた AIM の若者たちに壊れて、 インディアンの伝統儀式の指導を行い、1970年代の権利回復運動の中の精神的支柱となると、同時に全米のインディアン部族の伝統宗教を復活に尽力した。オグララスー族は1973年のウンデトニー選挙の際に、また2007年にはラコタスー族がラコタ共和国の独立国家宣言を行っている。ヤンクトンスー族は、 アメリカ陸軍公平司令部が雇用地域として占領している二つの土地の部族への返還を求めている。公平司令部は2005年、この土地の所有権をサウスダコタ州に譲渡した。これに反対するヤンクトンスー族は、アメリカインディアンの墓地の保護と遺物の返還法に基づき所有権譲渡向効を訴え、異議申し立てを行っている。2005年9月30日、 連邦地方裁判所は、この土地に関して、数族に実害はなく、連邦政府には、ナグプラに基づく義務は生じないと判定、数族の訴えを却下した。ヤンクトン族は即時抗告している。2010年1月、クロークリーク数族部族会議は、エコテック燃料社と共同での都市から排出されるゴミをガソリン燃料添加剤に変える計画のための、 三千九百万ドル級の燃料、生産プラントの誘致を満場一致で承認した。この工場は、埋め立て廃棄物100トンあたりを200から400バレルの燃料に変えるもので、純液の10%をクロークリーク数族に、また職員、作業員合わせて40種の工場的な定食を水族部族員にもたらすものである。ブランドンサズエル部族会議議長は、部族が、 ベンチャー事業やエコテック連邦交付金の助成によって利益分配はさらに上がると見込んでいる。また、エコテック燃料社はオグララ数族部族会議、ローズバット数族とも養豚場の資料を原料とする新規計画を準備中である。以下は、同州でアメリカ連邦政府から公認されている数族の堀内と部族会議、所属部族である。 クロークリークス部族会議の部族国旗1910年と、現在のローズバットインディアン保留地、南ブルーレス部族会議、オグララ族の部族国旗ブリュレグチェンバレンにあるアクタラコタ博物館。廃校した聖ジョセフインディアン寄宿学校の建物を利用し、1991年に開設された1868年、ララミートリデにおいてアメリカは兵員会と条約を交わす、 数族代表団。公戦派のシャーマン将軍の姿も見える同地の数族はアンドリュー・ジャクソン大統領の民族浄化政策であるインディアン移住法による保留地への強制移住を最後まで拒絶したアメリカ合衆国に対する19世紀西部のインディアン部族の最大反抗勢力だった。西部に押し寄せる白人入植者の流れはもうれにも止められず、 カリフォルニア州の金の発見に伴う白人の滅場社体はインディアンの保留地に入り込み平原インディアンの命の糧であるバッファローを勝手に殺してインディアンの怒りを買うこととなった。インディアン保留地では内務省インディアン事務局の白人監督官のサボタージュ、横領差種が飢餓を生みインディアンの不満は限界点に達していた。ユリシーズ・グラントは大西部インディアンの 和平委員会を結成した。宣教師を中心とし、恩恵派も公選派も参加した、この和平委員会は、1868年に、ワイオミング巡州ララミートリデで結ばれた、第二次ララミートリデ条約で、数族の聖地ブラックヒルズ周辺の全域を、白人の立ち入りが許されない、数族固有の不可侵の領土であると、明約し、グレート数居留地の設置を定めた。 この際の条約の文言は以下のような曖昧なものだった。ブラックヒルズ一帯は太陽が光り輝き草が生えている間は数族のものであるこの文言にはまたインディアンがそれを返還することを望むまではという一文が書き添えられていた。このララミートリデ条約は数年後に単インディアン線で悪名高かったカスターチューサがブラックヒルズで近郊を発見すると あっという間に破棄された。ブラックヒルズ近辺には白人が押し寄せ偉大なる数の国はたちまち白人入植者の圧力によってちりじりに分断されていった。数族にとってララミートリデ条約をめぐる法廷闘争は部族の主権に関わる21世紀の今日に至っても継争中である譲れない重要事項である。1868年の 第二次ララミートリデ条約で合衆国はミズーリ西のダコタ地方、ブラックヒルズ、プラット川とビッグホーン山脈間の土地を永久に彼らに与えると条約で保証した。桃色の惑星内全域が条約で保証された本来の偉大なる数の国である1970年8月29日、マドンナ・サンダー・ホーク、マーサ・ファースト・ホース。 マクシーン・ボルドー・ラスー族の女性運動家が、ララミー条約に基づく権利として、ラシモア・山と、ブラック・ヒルズのスー族による、所有権の再確認、また、ラシモア・山から、クレイジー・ホース・山への解明を求め、同参で、座り込み抗議を行った。1971年6月6日には、再びスー族による選挙が決行され、オグナラスー族 AIM のリーマン・ブライトマンや、 ラッセル・ミーンズ、またレムリアーラ長老宗教者、インディアンの老若男女が1ヶ月以上にわたって野営生活を行った。彼らは、州や連邦とつぼねの妨害をかわして、同産頂上に AIM と数族の旗を掲げ、ブラックヒルズ一帯は数族の領土であるとの宣言を行った。このラシュマー三選挙は、全米に中継報道され、報道陣の前で、 ラッセル・ミーンズ・ラ・ AIM 数族は、ワシントン像の頭に証言をかけてみせた。1980年6月30日、連邦最高裁判所は、半世紀にわたる数族の訴えに対し、アメリカ政府による、ララミートリデ条約の違反と、ラシモア山を含む、ブラックヒルズ一帯の部族の占有権を認めた。しかし裁判所はこの土地の返還要求は却下し、 一億ドルを超える賠償で応じる最低を下した。水族はこれを断固拒否している。2009年8月29日、歴史的なラッシュモア3選挙から39周年にあたる、この日、同参で再びインディアンによる大規模選挙が決行された。国連選住民会議の支援を受けた AIM や多数のインディアン団体による選挙隊はバラク・オバマ大統領に対し、 インディアンへの領土返還と数族政治犯、レナード・ペルティへの即時釈放を訴えた。オグララ族、シチャング族の居住する同州のパインリッジ・インディアン保留地は、全米でも最貧困の地域として知られている。同保留地の部族員の失業率は80%を超えており、また、住宅事情も劣悪であり、どれも補修が必要な上、その1、 三以上が水道や電気が未開通である。しかもこれらの家一軒につき平均して15人以上が住んでいて、それ以外の者たちは自家用車やトレーラーに住んでいる状況である。乳児の死亡率はアメリカ全国平均の3倍で40歳以上の部族員の半分が糖尿病を患い、またアルコール依存症を抱えている。部族員であるオグララ族の一人あたりの所得は 年間で約7000ドルである。若年層は、アメリカ軍への入隊以外、仕事の望みがほとんどなく、わずかな福祉小切手で暮らす毎日である。パインリッジ保留地での平均寿命は50歳である。2010年1月15日に、オバマ大統領は、議会で、全国のインディアン部族の生活改善を制約した。これに対し、オグララス族部族会議議長、 テレサ・トゥーブルズはこうコメントしている。アメリカの向こう側の人たちは私たちの生活水準が第三世界のものだと気づきもしません。人々は福祉施やインディアンカジノで私たちが贅沢し豚のように声太っていると思っています。私はこの保留地を扱うアメリカの議会の人たちにこう言っています。どのように私たちがここで生きていてどういうわけで ここに住んでいるのか、なぜ、私たちの子供が自殺するのか、その理由を自身で見つけ出してください。私たちが誰なのかということを学んでください。白人に駆逐されたバッファローの頭蓋骨の山、数族のホワイトクラウド州長はこう嘆いた。白人が居ついてしまうとバッファローは必ずいなくなる。そして、 尺道色の漁師たちは飢え死にすることになる1870年代以降、アメリカ合衆国政府は、数族を保留地に囲い込むために、国策として専門の漁師を西部に送り込み、数族や平原インディアンが兄弟とあがめ、彼らが命の糧とするバッファローの絶滅政策を取った。大陸横断鉄道の建設が大平原に始まると、バッファローの生態的移動経路が変えられ、 さらに鉄道が完成すると白人たちは車窓から手当たり次第にバッファローを射殺した。こうして平原のインディアンはますます飢えた。ミネソタ州では1926年に最後の野生のバッファローが白人に殺された。このような組織的な駆逐虐殺によって19世紀初頭に数千万頭いたと推定されるバッファローは1890年には わずか750頭になっていた。こうして、食の道を断たれた完全狩猟民の数族は、保留地でアメリカ政府の配給する食料に頼る生活を受け入れざるを得なくなった。突然狩猟文化を破壊され、農耕文化を強要された数族の社会は、完全に崩壊した。そもそも同州の土地は農耕に不向きなため、現在でも彼らの保留地には、産業といったものは、 ほとんどない。19世紀のバッファローの頭数の変遷現在、バッファローは、同州では、バッドランズ国立公園をはじめ、各地の国立公園で管理飼育されているが、限定した区画内での管理であるため、頭数制限のために、毎年制限数を超えた数のバッファローが、屠殺されている。また、渡りを行う動物であるバッファローは冬になると、 繁殖地に移動する性質があるが、イエローストーン国立公園では、この際周辺の白人農場に侵入したバッファローが根拠の乏しいブルセラ病の病原説を取る白人農場主や州の管理官によって、毎年にわたって多数射殺されている。こういった白人にとって余剰分となったバッファローをインディアン部族が伝統的な自給自足の再獲得の理念を持って、 彼らの保留地に引き取り、その繁殖を図って、バッファロー牧場を開設する試みが1980年代から本格化している。なお、バッファローは水牛との混乱を避けるため近年、バイソンと呼び換えられる動きもあるが、インディアンの間では、バッファロー牧場やインディアンカジノの野望など、現在でも、バッファローの故障は普通に使われており、特にこだわりは見られない。 この動物には本来、ブラックフット族なら、イーニー、スー族なら、タタンカ、コマンチ族なら、タシオウなど、部族それぞれに、呼び名がある。バッファロー牧場と、イビッシュ同州のラピッドシティには、バッファロー牧場のご女発展組織である、ヒエリ団体、イビッシの本部がある。1991年2月、同州のブラックヒルズで、インディアンやエスキモーの漁業狩猟犬団体、 ナフダブリュスの主催で、全米のバッファロー牧場の総合組織である、イビシの第1回結成検討会議が開かれた。この会議に集まったのは、サウスダコタ州各地の保留地から、スー族、モンタナ州からは、クロー族、少少ーシ,シニー族、バンノック族、グロー、バントル族、アッシニボイン族、ブラックフット族、ニューメキシコ州からは、多数のプエブロ族、 ネブラスカ州とウィスコンシン州からは、ウィンネパー語族、オクラホマ州からは、直東族、カリフォルニア州からは、ラウンド谷部族会議など、総勢19のインディアン部族だった。イビッシュはこう述べている。この中には、歴史的に敵同士だったものもあった。しかし今ここに、彼らは共通の任務のために結集したの九百九十一年六月、ナフダブリュスの尽力によって、 連邦議会からインディアン部族のバッファロー育成プログラムに基金が割り当てられ、これをもとに12月に活動指針が決められ、組織づくりが行われた。1992年4月、各部族代表がニューメキシコ州のアルバカーキで会議を開き、イビッシュは公式のインディアン機関と認定され、役員の選定、会員資格、定官、及び内規基準が決められた。 こうして1992年の夏に、同州のラピットシティに、イビッシュの本部が置かれ、9月にはコロラド州で組織化された。バッファロー牧場が供給するバッファローの肉は、スローフードに沿う低カロリー食品として、多くのインディアンが抱える肥満、糖尿病に対策する伝統食として注目されており、各部族の健康センターでは、部族民に対し、 この肉の支給が行われている。彼らがバッファローを射殺する際には古式に乗っ取り、必ず呪い師が付き添い、大精霊に許しを請う。こうして得られたバッファローの毛皮や皮は、伝統衣装や民芸品の復興にも役立てられ、また肉や各種製品は、アメリカ内外にもリリースされている。現在、イビッシは非営利団体として57部族が、会員資格を持ち、 上記された七つの州に加え、オレゴン州、ワシントン州、アリゾナ州、アイバホ州、ユタ州、コロラド州、ミシガン州、ミネソタ州、ワイオミング州、カンザス州、ノースダコタ州、また、アラスカ州の合計十九の州のインディアン部族を参加としている。これらの州のインディアン保留地のバッファロー牧場では現在、総合して一万五千頭以上のバッファローが、 飼育されており、インディアン以外の団体にも提携を広げている。またバッファローの生態データの統計、観光資源活用、野生動物としての社会啓蒙、大草原の復活提案など、活動内容は多岐にわたっている。サウスダコタ州でのインディアンカジノは、すべて数族によって運営されている。営業実績は、ン州ミネソタ州のシャコペームデワカントン数族の、 ミスティック湖畔、カジノホテルに大きく差をつけられており、シャイアン川数族部族会議は現在、堀内違の州中央部の和江湖畔での部族カジノ開業を計画している。2008年7月、シャイアン川数族が大きな期待を寄せる、この国境外部族カジノ計画について、サウスダコタのマイクラウンズ知事は、聞いていないとコメントした。ラウンズ知事は、 インディアン部族による堀内外での火事の解説案に反対しており、先行きは不透明である。スーホールズ市人口は約16万人で、州内最大である火器のリストで都市名にある、括弧内数字は2010年時点の人口を示す。スーホールズ市の人口は2010年時点約16万人であり、州内最大である。その都市圏では、 約24万人になっている。スーフォールズ市は1856年に設立された。位置的には州の南東隅にある。元々は農業と採石業で始まったが、現在では小売業、金融業及び医療が重要な産業になっている。ラピットシティは2010年時点の人口が約7万人であり、州内第二の都市である。 都市圏人口では13万人である。ブラックヒルズの東園にあり、1876年に設立された。ブラックヒルズの観光地に近いことと、エルスワース空軍基地にも近いことで、その経済は観光業と防衛費に基づいている。アバディーンが第三の都市であり、人口は約2万6千人、都市圏では約4万人である。州北東隅にあり、 ミルウォーキー鉄道が延伸されてきた1881年に設立された。ピア市にあるサウスダコタ州会議事堂サウスダコタ州、政府はアメリカ合衆国や他の州と同様行政、立法及び司法の三権が分立している。州政府の構造は州の最高法である州憲法に規定されており、憲法を修正するときは議会両院の多数が賛成するか、 住民発議での賛成を必要とする。州知事が行政府の長である。現在の知事は共和党クリスティノームである。州憲法では議会で承認された法に対し、州知事は署名して法にするか拒否権を発動する権限が認められている。また、州軍の総司令官、閣僚の指名、有罪となった者に対する刑の執行あるいは恩赦を、 与える権限がある。州知事の任期は4年間であり、連続2期を超えて就任することはできない。議会は、州上院35名並びに、州会員70名の議員で構成されている。サウスダコタ州は35選挙区で構成されており、それぞれ2人の会議員と1人の上院議員を選出する。議会の会期は、毎年1月第2火曜日に始まり、30日間。 続く。州知事が特別会期を招集できる。司法府は数段階ある。州最高裁判所は4人の判事と1人の首席判事がおり、州内では最高位にある。その下には巡回裁判所があり、38人の判事が7つの司法区を回っている。さらにその下には軽犯罪や民事を扱う地方裁判所がある。サウスダコタ州は連邦議会に 上院議員二人、下院議員一人を送り出している。2012年時点では、上院議員が民主党員と共和党員各一人、下院議員が共和党員である。下院議員を一人しか選出できない、全州区州はアメリカ国内に七つあり、サウスダコタ州はその一つである。近年は、インディアンが州や軍のレベルで政治、 選挙運動により活発に参加するようになってきており、その効果、影響は選挙でもしばしば現れている。例えば、2002年の中間選挙時に実施された上院議員選挙では、民主党の現職だったティム・ジョンソンが共和党の対立候補だったジョンスーン連邦会院議員を、得票率にして0.15%、得票数にして532票という僅差の、 大接戦を制して、新勝、再戦を果たしているが、この、ジョンソンの勝利の背景にはインディアン票の獲得があったとされる。大統領選挙では、選挙人数3人が割り当てられている。選挙人は、総取り方式である。サウスダコタ州の政治は外して共和党が支配している。大統領選挙では1964年以来、民主党候補を支持したことがなく、 1972年大統領選挙の民主党候補、ジョージ・マクガバンは、サウス・ダコタ州出身だったが、この州を制することができなかった。また、州知事選挙でも民主党は1978年以降勝利していない。2006年時点では、共和党の有権者登録が民主党のそれを10%以上上回っており、州議会では、両院共に多数派となった。 州内の当面の問題は、州営宝くじの費用と利益に関するものである。また教育費特に教師の給与が、比較的低いこと、及び人口中絶の禁止に関わることも問題になっている。エルズワース空軍基地から離陸する B-1B ランサー、基地は、州内最大級の雇用種であるサウスダコタ州の4分の1ドル高カリ面。ラシュモアさん、高来記事。 小麦が描かれ、週昇確年が記されている。アメリカ合衆国商務省経済分析局によると、サウスダコタ州の州総生産考は2010年に398億米ドルであり、国内では46位である。一人当たりの収入は2010年に38,865米ドルであり、合衆国内で第25位だった。2008年で、 人口の12.5%は貧困線以下である。CNBC による2010年事業に公的な州、リストではサウスダコタ州が7位になった。2011年7月時点の失業率は4.7%だった。州内ではサービス産業が最大の産業区分である。この分野には小売業、金融業及び医療分野が含まれる。 一時期国内最大の金融持ち株会社だったシティバンクが1981年にサウスダコタ州で全国的な金融操作を始めたが、これはサウスダコタ州が銀行業に有利な規制を敷いていることを生かしたものである。連邦政府の支出も州経済に大きな比率を占めており、州総生産の10%以上になっている。ラピットシティに近いエルズワース空軍基地は、 州内第2位の雇用種である。ターナー郡のエタノール工場を昔から農業がサウスダコタ州経済の重要部分を占めていた。近年他の産業が急速に拡大してきたが、州内の特に田園部では農業生産が経済の重要な要素である。産品としては牛、トウモロコシ、大豆、小麦、豚がある。食肉加工やエタノールなど農業関連の産業も かなりの影響力を持つようになった。エタノールの生産量では国内第6位である。もう一つの重要な産業は観光業である。ブラックヒルズの歴史ある街でドウッドやラッシュモア山、さらに付近の国立公園や州立公園などが特に多くの観光客を呼ぶ観光地になっている。州内で最大級の観光行事はスタージスモーターサイクルラリーである。 5日間にわたって開催された2006年では45万人以上の観客を呼んだ。この数字は、州人口が80万人ほどであることを考慮すれば、かなりのものである。観光業によって2006年時点では3万3000人を雇用し、20億ドル以上の経済効果があったと推計されている。2005年時点で、サウスダコタ州の一人当たり州税率は、国内最低である。 個人や法人の所得税、相続税、あるいは無形資産税は徴収していない。消費税率は4%である。地方自治体などによって独自の加算が行われるので、6%を徴収するところもある。消費税はインディアン居留地に住むインディアンには適用されないが、多くの居留地は州と名約を結んでいる。居留地内の企業は税を徴収し、 軍内あるいは関連する地域に住む総人口に対するインディアン人口の比率に応じて州はインディアン部族に還付金を戻している。重家資産税は地方税であり教育学区、軍、自治体など地方政府にとって大きな財源になっている。サウスダコタ州特別税地区がタバコや種類に関わる税などいくつかの税を規制している。ウィンドケーブ国立公園の ビーバークリーク橋周内には高規格道路、道路及び通りを合わせて83,609マイルと、週間高速道路679マイルが走っている。周回高速道路では、州南部を東西に走る90号線と、東部を南北に走る29号線の2つの幹線がある。29号線の走る地域は、東部の他地域よりも高い人口増加率と、 経済成長率が記録され、それがまた週間高速道路で加速されている。その他に短い週間高速道路もある。ラピッドシティ中心部に入る支線の1 9十号線、スーホールズの東部と南部を回る環状の229号線である。アメリカ国道では12号線、14号線、16号線、18号線、および212号線が東西に走り、 81号線、83号線、85号線、および281号線が南北に走っている。サウスダコタ州とモンタナ州の間には国内唯一の州をまたぐミホソウロがある。州内には2本の国立系観測道がある。ピーター・ノーベック国立系観測道はブラックヒルズにあり、ネイティブアメリカン系観測道は州北中部のミズりリ川沿いにある。 その他の景観速度として、バッドランズループ景観速度、スピアフィッシュキャニオン景観速度、ワイルドライフ環状道路景観速度がある。鉄道は19世紀半ば以来州内交通で重要な役割を果たしてきた。19世紀から20世紀初期にかけて4420マイルの鉄道が建設されたが、現在では1839マイルしか使われていない。 BNSF 鉄道が州内では最大の鉄道運行会社である。他の幹線運行会社として、ダコタミネソタインスタン鉄道がある。州内の鉄道は貨物輸送に限られており、ワイオミング州と並んでアムトラックの運行がない数少ない州の一つになっている。乗降客数で州内最大の空港はスーフォールズ地域空港とラピッドシティ地域空港である。 デルタ航空、フロンティア航空、アレジアント航空、さらにコミューター路線が主要航空会社と提携して、これら空港を使用している。他の都市でも商業便が運行されており、その中にはエッセンシャルエアサービスで委託したものがある。サウスダコタ州立大学キャンパスの名印コフリン、キャンパニール、ブルッキングス市2006年時点で、サウスダコタ州の一時及び二次教育を受ける。 生徒児童の総数は13万6872人であり、このうち12万278人は公共教育を受けている。168の教育学区に703の公立学校があり、一人当たりの学校数では国内最大になっている。高校卒業率は89.9%であり、 大学進学試験の結果は国内平均21.1点をわずかに上回る21.8点である。成人人口の84.6%は少なくとも高校卒であり21.5%は学士以上の学位を得ている。2008年時点で公立学校教師の給与は 年36,674米ドルであり、国内平均の52,308米ドルより低く、国内最下位となっている。州知事が指名した理事で構成される、サウスダコタ州理事会が州内6つの公立大学を管理している。ブルッキングス市にあるサウスダコタ州立大学が、州内最大の大学であり、学生数は12,376人である。 バーミリオン市のサウスダコタ大学は、州内最古の大学であり、州内唯一の法科大学かつ、医科大学である。州内にはいくつかの私立大学もあり、そのうちの最大は、スーホールズ市にある、オーガスタナ大学である。ローラインガルスワイルダーは、サウスダコタ州、デスメット近くで育った経験をその小説4作品の、元にしたサウスダコタ州の文化は、州内のインディアン。 前園部、アメリカ合衆国西部及びヨーロッパの文化を反映している。デッドウッド市のデイズオブ76、テーバーのチェコの日、及びスーホールズ市のセントパトリックデイや、新古デマヨ祭のような多くの年中行事は、州内の民族と歴史の遺産を祝っている。州全体で多くのパウアーが毎年開催され、カスター州立公園のバッファローラウンドアップでは、 乗馬のボランティアが州内のバッファロー約1500頭を集める。ローラ・インガルス・ワイルダーの半自助伝的小説はフロンティアでの子供時代や青年時代の経験を反映したものであり、州内では知名度の高い作家である。シルバーレイクの岸辺で長い冬、大草原の小さな家、この楽しき日々及び、初めの4年間では、 デスメットに近い農場で育った経験が使われている。その娘ローズワイルダーレーンもよく知られた作家であり、1886年にデスメット近くで生まれた。もう一人の作家として、ブラックエルクがおり、インディアン戦争やゴーストダンス運動についての語りやインディアン宗教についての思想が著作、ブラックエルクスピークスのもとになっている。コールデコット賞などを受賞した。 児童文学者でイラストレーターのポール・ゴーブルは1977年以降ブラックヒルズに住みインディアンの文化を世界中の子供たちに紹介している。著名な芸術家も幾人かいる。ハービー・ダンは19世紀にマンチェスター近くの農園で育った。その経歴の大半はイラストレーターであるがその最も有名な作品は 生涯の終わり近くなって完成したフロンティア生活の情景である。ヤンクトネーダコタ族出身のオスカー・ハウは、クロークリーク・インディアン居留地で生まれ、その水彩画で有名になった。伝統的な様式の絵画に対抗して、抽象画の影響を強く受けた作品を描いた、インディアンとしては最初期の画家である。テリ・レッドリンは、ウォータータウンの出身であり、田園部や、 野生生物の絵で著名になった。レッドリンの作品の多くが、ウォータータウンのレッドリン美術会館に展示されている。ありがとうございます。